25日放送のフジテレビ系特ダネ月金曜全8時でザ・ドリフターズの志村けん70が肺炎のため都内の病院に入院していることを、今月下旬に初主演映画キネマの神様山田洋次監督の撮影が始まる予定だったが延期が決定した。小倉智昭キャスターは今回の入院に驚きましたとコメントした。志村が内視鏡で胃の手術をしていたなどの報道を明かした上で、高齢で持病があるとリスクは高くなるということですよねと指摘。さらにレギュラー番組2つ持ってらっしゃいますし、いろいろな番組に出演なさっていますし大変ですよねなど、今後の多方面での影響を